スコット・モリソンオーストラリア首相は中国問題に関する議論の冒頭で、中共政府の要求に屈服するという前提で議論を行うつもりはないと述べています。モリソン・オーストラリア首相は、自分たちの首相がいいダクダクとして彼らの決定に従うことを望むオーストラリア人はいないと信じると述べています。これはオーストラリア野党の党首がモリソン首相に対し、対中関係のリセットを考慮するよう要求したのを受けての発言です。ここ数年来、両国の関係がここまで悪化したことはありませんでした。オーストラリア外相が中共ウイルスの起源の調査を求めた後、中共はオーストラリアからの輸入品に対して非公式の戦争を仕掛けました。中共の複数の高官は、オーストラリアが両国関係の悪化を招いたと非難しています。在郷中共大使館は、オーストラリアに対する14項目の不満を列挙した文書を発表しました。中共政府は、モリソン首相と外交交渉を行うのに先立ち、この文書を公開しておきたいと述べています。